ソフトバンクグループソフトバンクグループジャパンソフトバンク A ホールディングス Z ホールディングスライン株式会社 LINE モバイル LINE モバイル株式会社は東京都新宿区に拠点を置く日本の MVNO であるネイバーグループソフトバンクグループの LINE 株式会社とソフトバンクグループのソフトバンク株式会社の合弁式企業であるドコモ回線ソフトバンク回線 au 回線を利用したマルチキャリア対応の MVNO 事業者である。料金プランは3種類用意され、ドコモ回線向けには、定学生音楽配信ラインミュージックやライン、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムといった SNS の通信容量がカウントされないデータフリーを行っている。ソフトバンク回線は2018年秋までデータフリー機能に対応できないためデータ容量2倍キャンペーンを 実施している。現在は回線に関係なく選択したプランが適用される。公式アプリブラウザからの公式サイトアクセス以外はデータフリーの対象にならない。テザリングで他の端末からでも条件を満たせばカウントフリーになる。LINE 公式サイトは SNS 機能がないため対象外、LINE モバイルの契約関連も LINE アプリでできるため、 公式サイトは当然対象外である。支払い方法は、クレジットカードと LINE、p カードでできる。l i n e p カードの支払いは、毎月5日である、いずれの料金プランの音声通話シムから発信する、通話料金は30秒あたり20円だが、LINE の通話アプリ、いつでも電話から発信すると30秒あたり10円で、発信できる。また、月額880円の10分電話かけ、 放題オプションに加入することで、いつでも電話アプリを利用した10分以内の通話がかけ、放題になる。ただし通話アプリ、いつでも電話からは110番、118番、119番といった、緊急通報用電話番号を、フリーダイヤルやナビダイヤルには発信できない。非通知、短時間で問題なければ、ラインアウトフリーを使えば、データフリーの対象になるので、ほぼ完全に無料になる。 2017年7月18日から LINE Music Option が提供開始され通常月額889円かかる LINE Music の利用料金が LINE モバイル利用者向けに750円で提供されている LINE の関連会社のため年齢認証が可能である3大キャリア以外ではソフトバンクグループのワイモバイルのみである2010年代中盤に中国 台湾メーカーのシムフリースマートフォンが日本で次々と発売されるようになるのに合わせ、MVNO への新規参入企業が相次ぐ中、すでにコミュニケーションアプリの LINE で高い知名度を誇る同社の MVNO 参入は注目を集めた。しかし、CM キャラクターにノンなど有名女優を起用したものの、LINE モバイルを含め MVNO のネックとなっていた通信速度面などで、 2010年代後半からの Y、モービレ、UQ モービレの大手サブブランドの台頭に立ち打ちできずソフトバンクグループ入りした。2020年12月22日、ソフトバンクは2021年3月からオンライン専用の新ブランドであるソフトバンクオンラインを発表するとともに LINE と Z ホールディングスが経営統合するのを機に LINE モバイルを完全子会社化し、 九州合併を行うことを発表した。これに伴い、LINE モバイルは、店頭では2021年2月28日、Web では同年3月31日11時で、新規の受付をそれぞれ終了することを発表した。なお、既存契約者については引き続き現在の契約内容で利用できる。なお、2021年2月18日に、 ソフトバンクオンラインの名称を l i n e に変更し、正式なサービス開始日を同年3月17日と発表。また、当初の発表では含まれていた5分間の無料通話をオプション化することで、月額料金を500円引き下げ、KDDI のポポと同じ料金とした。ドコモ回線、ソフトバンク回線、au 回線とも共通であり、シムタイプ、データ容量、 データフリーオプションを選択するシンプルな料金体系。余ったデータ通信料は翌月まで繰り越すことができる。またデータ通信料は LINE モバイルを利用している家族や友達に LINE アプリでプレゼントすることができる。容量不足時の容量追加は 0.5GB あたり500円。解約時には期間を問わず一律1000円の解約事務手数料が発生する。LINE アプリのトーク。 通話、ビデオ通話がデータフリーとなる。利用料金を抑えたい利用者向け。500MB の設定は LINE データフリーのみとなる。LINE ツイッター、Facebook のデータフリーとなっており、容量は 3GB から 12GB まで3段階用意、されている。SNS を頻繁に利用したい利用者向けとなっている。LINE ツイッター、Facebook、Instagram、LINE Music、Spotify アワが、 データフリーとなる。音楽ストリーミングサービスを聞きながら、SNS を利用したい利用者向けとなっている。データ容量の追加購入は月3回まで。3イトの設定はドコモ回線向けのみ、下記のプランの契約者はそのまま利用できる。ただし、プラン、容量、SIM カードの変更をするには新料金プランの選択しかできない。音声通話 SIM の1年縛りはなくなるが、 新プランはすべてに解約時に1000円となる。ドコモ回線は新しいシムが送ってきて設定変更が終わった時点、au ソフトバンク回線は翌月1日から変更になる。LINE アプリの通話、トークのみ、データフリーとなっている。このプランは容量1イトのみで SMS の有無も選択でき、利用料金を抑えたい利用者向けとなっている。 データ容量を追加購入すると 3GB のコミュニケーションフリープランより割高になる。LINE、Twitter、Facebook、Instagram のデータフリーとなっており、容量は 3GB から 10GB まで4段階用意されている。SNS を頻繁に利用したい利用者向けとなっている。LINEMUSIC、LINE、Twitter、Facebook、Instagram のデータフリー。LINEMUSIC で音楽を聴きながら、 SNS を利用したい利用者向けとなっている。LINE Music の料金は別途支払う必要がある。データ容量の追加購入は月3回まで。3GB の設定はドコモ回線向けのみ2021年3月17日から開始される LINE モバイルの後継のサービス。ありがとうございます。